始まりましたよ。はい、行きましょうか。はい、はい、ゆうか、あいかのあなたに夢中、あなたに夢中、やっぱり夢中。はね、え、今日は寒かったわよ。寒かったよね、うん、部屋の中はもうね、24、5度あって快適で、ここの空気も変わってきて、外が16度？え、16度しかないの？そう、寒か、雨は降ってくるしさ、エリカ寒いの今日。着物だとね。うん、襟巻きも。はい、襟巻き。もう持ってないから、持ってないから、ね、持たないで行ったら、もう寒くて。え、どこ行ってきたの？はい、青梅。青梅の。まあね、高い山の上、まあ、気候が良ければとってもいいけど、うん、今日は寒かったね、うん、山の方だともっと寒かったじゃない？そう、寒かった、寒かった、雨はすごい し、坂道だし、登ったり降りたり、あらら、はい、大変でしたね。でもね、まあ楽しかったですよ。はい、いや楽しいといえばね、ほら、うん、こう寒暖差が激しいけど、この間はとっても暑い思いをしたんですよ、はい、暑い、暑い、何を、熱気あふれる、はい、日曜日三社祭り、金土日ってありまして、うん、土日って、土日を行ってきました ね、この暑い中、うん、何をしたかというと、はい、みこしを担いでたらしいですよ。担いで、はい、来ました。少し素晴らしいね、はい、ねえ、もうね、もう去年一昨年は担げなかったからほら暑いでるじゃん、すごいね。あれなんだっけ、ここなんていうの、花棒、花棒担いでんの、すごいなあ。じゃあ背高いからいいよね、似合う似合う、いや、うん、でも、うん、はい、せーのであげたら、うん、背高いから全部の重さが来ちゃってこれ女みこし、女ばっかりで、せーのであげるんだけど、あいちゃんが一番でかかった、うん、だから大きいの四方に置いてあげなくちゃ、あ、そうなんだ、うん、きっと私が言ったらこう捕まってる感じかもしれない、ぶら下がってるでしょ、ブラブラ、それだとまあ思っててもらうみたいな、うん、へえ、花棒ね、でもすごいじゃない、うん、花棒担ぐなんて、女みこしって小さめなの、うん、いや、普通です、普通なの、うん、え、重さも一緒なの、そう、へえ、うん、大変だね、そうよ、大変だから、うん、すぐパッと手伝ってくれる、あ、うん、あげ、男性陣もこっち行ったりあっち行ったりできないから、すぐ入ってくれて、もうね、みこしからドンって上がんのそうなんだ、ね、すごい人手だったんじゃないの、そう、もう外国人の方が多くって、あ、そう、ね、ね、続いてお写真を、あ、じゃあ次の写真お願いします、うんうん、あ、これは、はい、三栄城海ね、とわだってハッピーにあります、はあ、うん、とわだっていうお蕎麦屋さんのから、うんうん、うちでは出させてもらって、うん、え、じゃあ、はい、とわださんのみこしなの、うんうん、三栄城海、三栄城海の町内会長が、うんうん、とわたさんっていうとわね、あ、そうなの、おかみさん協会の会長さんなんですね、うんうん、あら、深川の手ぬぐいも持ってるじゃない、うん、そう、いや、後で深川も出てくるから ね、その、あ、いい ね、 ね、そうなのね、うん、あら、あ、とわたさんのお蕎麦屋さんにね、うん、あら、これは、まあ、これか、うん、ね、あ、この男衆の方は、うん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 、あの鳥子神社で一の町かな、一っていうところからみんな出る、うん、すごい、じゃあ今度の鳥越のお祭りの時も担ぐの、はい、はい、だってすごい重いっていうじゃない、重いよ、一トンみこし担げない男の人が、こういう人がいっぱいいないと大きいんですよ、大きいですね、関東で一番大きい、すごい、ね、すごい、もうかっこいいよ、ここね、ずっとこう、この周りも宵飲み屋もやるの、ね、うん、そうなんだ、うん、ね、そう、うん、ほら、紙芝居もあれば、浅草だから、うん、紙芝居もやってんの、ここにね、この紙芝居の絵を見てたらさ、うん、大道を何なんとか座、うん、
って書いてあって、うん、でちゃんとあの投げ銭よろしくとか書いてあった。いいね。あ、投げ銭、それでちゃんとね、あの蓋が開いてさ。あ、そう。芸能座会って感じ、うんうんうん、あ、こうなんかこう、こうカパッと開くような感じでね、うんうん、で終わるとカパッと閉まるのかなって、トラさんの、そうそうそう、あれちょっと用意しましょうよ。そうだ ね、今度の時にね、はい、今度投げ銭の自分たちがやる出る時投げ銭、いいわ、そうそう、これはいいアイディアとか、うん、ね、でもいい、じゃあこれ紙芝居って昔こう、うん、来た、ね、私田舎の時に来たよ、せんべいとか飴、よかったよ、時代同じで一緒じゃない、同級生なんだからちょっとで飴ね、みんな飴ぐりぐりやって、こう飲めやったやった、こうせんべいのこう薄いこういうやつさ、ね、そうそう、せんべいみたいのかね、なんだ、あ、ね、そうふせん、ふふおふふ、なんかわかんないな、薄いふがしせんべい、うん、ふがし、違う、なかったかな、うん、薄いせんべいみたいなのでさ、やって、それで必ず夕方に学校から帰ってきて、うん、ちょうど帰ってくる頃なんだよね、3時半4時ぐらいに行くんだよね、うん、来て暗くなる前に行くんだね、うん、それでやってたよ、どんどん10円とかね、なんかなかった、うん、そのおせんべいを買うお金を持ってってね、うん、そうそう、で払っておせんべいを食べながら見るので、お金払わない子はおせんべい食べないけど見るの、あ、見れるのね、うん、みんなね、うん、そう、集まってくればね誰でも見れるって感じ、うん、でもなんかね好きだったのはね、結構その水飴も好きだったけど、うん、なんかあの舌でね溶かしてね、うん、飴を溶かすの、溶かす、そうすると、うん、数字とかね、こう2とか、こうやって違う、ダメってさ、うん、でなんかね溶かして、形になるんだよ、出してみるの、そうそう、そして、うこうなんかの数字になると、うん、こう10円くれたりとか、おまけ当たりみたいな、なんかそういうのがあった、そんなんなかった、そう、なんかね、うん、あったよ、うん、まあそんな感じで、マンズマンズですから、マンズマンズ、仙台はあったのよ、東北はあった、そうか、ね、仙台、うん、そっちないの、島根はないの、ない、なかった、まだ砂丘でね、あるんだよ、砂丘は鳥取、あ、そうか、違うのね、そうか、そうか、近いけど、近いけど、うん、そうか、うん、でも結構ね、毎日毎日来てさ、ね、来ない時はやっぱ寂しくてね、うん、なんかね、そうよ、考えたら、ね、そうね、まあ、のどかな時だわね、うん、そうよ、でも、もう次、写真で、あ、次、今日はね、うん、テキパキ行くのよ、そう、テキパキ行かないと間に合うの、そうか、テキパキ行かないと、とはだのおかみさん、え、おかみさん、さっきと真ん中、でも髪、あ、雰囲気違うよね、あ、着てるものが違うからね、うんうん、あとこっちは、あ、こっちのおかみさん協会の会長、うん、それから参議院の石井みつこさん、あれ、みっちゃんがこうなんか持ってますけど、あれは何、 あれは、うん、あの映画を作った監督が左側の、おかみさんの、そう、おかみのこっちの左側のね、水城聖子さん、聖子さん、はい、東京に来てる、で今ね、三者やってんの、あ、行く行く、担ぎたいって言って着物で来て、これは次の日だから、突然着物で来て担いで、もう喜びして帰りました。え、どこから来た人だったの、うん、岡山、あ、岡山から来たの、うん、倉敷物語っていうの、ね、あ、倉敷物語、このロードショーはちょっと倉敷物語、うん、そうそう、そうなのね、うん、へえ、ちょっと次のね、はい、そうなんだ、うん、お、それは、そうそうそう、あ、これはこれからじゃあちょっと三栄町会のおみこしね、うんうん、こうやって何、これ引っ合わせみたいなのやるの、それはないの、ないの、100機ぐらい出るって言ってたから、うん、ぶつかったりとか、99機なんだって、ね、でこれ芸者さんが台の上で、あ、そうなんだ、前を通る、通る、うん、でこれは自分とこの出汁をこう、これさ、男性も女性も担いでるね、そうです、女性も担いで、一緒、うん、一緒、うん、へえ、そうなんだ、うんうんうん、なかなかね、よかったよね、なんかね、うんうん、熱気あふれ、だってさ4年ぶり、やっぱり4年ぶりなの、うん、そう、そう、ね、だからもうできるってね、うん、いいわね、うん、これでもうすっごい人だったのよ、うんうん、コロナがまたドカーンとね行かないとね、いいけど、でもほら、うん、こうゴールデンウィークも結構みんな人がいっぱいだったし、うんうん、ね、で今じゃあそんなに、うん、こう急激にっていうほど、うん、まあ、徐々には増えてるけど、うん、だからそういうほどでもないのかもしれないね、うん、
まあ、かかってても、ほとんど分かんないから、ね、分かんないから、うん、5類に入っちゃった、うんうんうん、でもちょっとね、人数的には増えてるのかもしれないけど ね、はい、ねそうだよね、うん、そっかそっか、よかった、よかった、よかったね、さっきだから深川をね、うん、出てきたからさ、ちょうどまた高齢者施設に行ったので、ちょっとビデオが ねちょっとあるからね、それをね、はい、見ながらね、なんかちょっと流してもらおうかなと思ってますけどね、これあこれね、はい鏡が映ってるから、はい、ここにさ、なんか引かないとさ、やっぱ鏡でさ、ね、あのご利用者様のやつが分かっちゃうね、うん、あこれ三味線だね、三味線舞踊ね、うん、うん、これもっと音がね、うん、高いといいかもね、ありがとう、ちょっと暗いかも、うん、ね、ライトがピンスポ1個しかないから追うことができない、そうでも綺麗だよね、うんあのうん、こっちつけてもいいよね、もうあそうか、うんうん、これもさ結構ね、うん、高齢者施設だと結構ね、うん、みんな喜んでくれるよ ね、 そう、うん、ね、ノリがノリがいいからね、うんうん、相変わらず私は飲んでるね、いつも飲んでるね、いつもね、飲み当番で飲み当番、飲む仕草が多いで現実も飲んでる、ね、飲んでる今日は飲んできてないけどねこれから飲むんです。そうです。終わったらね。そうなんですよ。そう。うん、これも意外に短いよ ね。やっぱりこう古典とは言いながら、うん、あの本当の古典じゃなくて、うん、昭和の時代のね、そうそう、あれだよね。ね、歌謡曲だったでしょ。芸者さんのね、歌って。これも本当は8番まである。8番まであるの、うん、そう、それをいいとこだけ3つ、キュッと。あ、ありがとうございます。やっぱりこうね、うん、なかなかね、ノリはいい曲なんだよね。ね、で、こうね、ちょっと歌謡曲とはいえ、ね、昔の歌謡曲だけどね、はい、昭和時代のね、うんうん、やっぱりこうちょっと変わった感じでいろいろ作ったりとかして踊ったらね、やっぱりね、いろんなとこでね批判も受けますしね、批判受けますか、受けますよ、たまにね、受けますか、はい、ほらちょうどどういうって言ったら、あなたさ、ほらどっかの温泉の舞台でやったことがあって、あったでしょ、うん、思い出してよ、思い出した、一角に踊りの人たちがちょうどいて、うん、見ていた、いたね、うん、私たちほら羽とかこうつけて、うん、でね、ちょっとこうヘッドハット使って、うんうん、でね、腰振ったりじゃないけどね、楽しくやってた、うん、ね、そしたらこうなんかさ、こう冷ややかな視線が刺さるんだよね、なんかなんだろうと思うと、その団体の、そうよ、そうよ、はい、もう刺さるのね、人の目線ってね、うん、分かるって感じだよ ね、気持ちって見えんのね、そう思った、そうよ、だから、うん、ほら、あったかい気持ちでその人を見てるのか、うん、冷たい気持ちでこう無視しようとしながらもう目が離せなくて見てるのか、それそっちのバージョンだよね、すぐ分かるみたいな感じでね、おかしい、目が離せない、目が離せないから結局こっちに視線を送ってるわけよ、うん、不思議なもんだよね、うん、そうだからね、目線って怖いなーって思うよ ね、老人ホームとか慰問とか行くと、なんてこのあったかいね、感じますね、うんうんうん、お力がね、涙がこうみなぎってくるとか、涙がね、ほんとよ、うんうん、そうなのよ、あれだからね、やっぱりこう、はい、人をね、話をする時もそうだけどさ、うん、だからきっとこうこの人とちょっと合わないなと思って話をすると、うまく商談もいかないのかもしれない、うん、相手もそうよ、きっとわかる、ね、だから、うん、こううん、よく言うじゃない、その相手のいいところとか好きなところを見つけて話をすれば、話はうまくいくと、うんうん、
あ、そう、とりあえずそこで頑張るかみたいな感じだね。頑張る、頑張る、頑張る、頑張るね。うん、っていうことでね、もうもちろんほら、はい、ね、古典も踊るけど、やっぱりね、うん、古典だけじゃ飽きたりする人ね、普通あんまりね、うん、だって昔の古典伝って言葉が分かんない、そう、昔の歌謡曲なんだから、ね、江戸時代、聞けば、あー、なるほどって思うけど、うん、そうそうそう、ちょっとは分 か, んね、分かりづらいとね、やっぱりその今のね、うん、歌謡曲やったり、うん、楽しくやったりするのがそれも一つの手かななんて思いながらね、はい、やってますけどね。さあ、じゃあちょっとね、あの次のビデオ行きましょうかね。これはね、深川ですよ、さっきの、はい、三社祭りのね、はい、手拭い、深川手拭いしてましたけど ね、はい、うん、お願いします。そうよ、ほら、これはね、うん、うん、吉原つなぎ古典のね、うん、でもこれつけたまんまだけど、本当だ、本当だ、しかも2人とも急いで帰ってきたから、うん、急いでね、これはどういう意味ですか？これは、うん、ほら、まず、うん、エモン坂っていうと、うん、吉原の行くときにね、こう坂があるわけですよ、うん、でそこを振り返りながら行くとかね、うん、登っていく、うん、でそこに船で行ったりとかね、行くか、カゴで行くかとかね、うん、ね、でこれは旦那衆がね、うん、何で行くかですけどね、うん、でもうウキウキしてね、ウキウキして、ね、うん、今度はカゴで行くの、うん、こう行くえのはって伸ばしてるけどね、うん、結局行くのは吉原が良いで、吉原に行きますよと、うん、今度はね、カエルね、下っていくのね、うん、また降りて、これがあれだよね、うん、吉原の大門ってね、大きいもの大門ってね、名前言ってる、深い馴染みの遊女がいるよってことだね、うん、で、まあ、ちょっとお楽しみですよってことね、これからね、うん、ありがとうございます、ね、まあ、そんな感じで ね、こう、うん、言葉が分かればその情景が目に浮かぶんだけど、うん、なかなかこう、うん、ね、じゃあこういう説明をしなくっちゃ、そう、そうなのよね、カゴで行けよとかね、うん、船で行こうかとかね、うん、でほらなんかさ、ずっとずっとそこでお金を使い果たしたいいとこのお坊ちゃんが、うん、お船の船頭さんになったりとかね、うん、そこにずっと遊んでばっかりいるから、うん、感動だって言われてね、うん、ちょっと遊んで船頭になってるの、あ、それもあるかも ね、うん、ねって感じあるからね、まあ、その辺が浮かべればいいんだけど、うん、なかなかその言葉が分かりづらい、うん、昔のあれはね、長唄なんかもさ、全然わけわかんない、全然わかんない、意味を聞いて、ああ、おいらんが出てくる、だから文章をあれして説明をあれして、うんね、それから聞くといいけど、なかなか ね、それこそよく ね、古典でやる藤娘とかだって、うん、藤の精が出てきてね、うん、で綺麗な女の人だったり、酔ったお、ね、お娘さんだったりとかね、うん、いろんな、あと詩を組んだりとかね、うん、なかなかね、いろいろあるんだけど、ね、20分もやるとなかなか大変だよね、うん、ね、うん、まあ、そんな感じでね、はい、まあ、踊りをしながら
はい、楽しんでいただいて皆さんにね、はい、やっていただければと思います、ね、難しいのはよく説明してますから、踊る前に、ね、そうそう、まずね、うん、説明をざっくりしてから、うん、それから見てもそうしてもらった方がね、あのみんなよくわかる、うんうん、ね、今の歌謡曲だったらもうすぐわかるじゃないですか、うんうん、私たちそうこの間エビスもね、そう、エビスね、おっ、うん、きいハットかぶってね、そうすんごい大きいハットだけど似合うね、帽子かぶってね、いや帽子で隠してるといいんだよね、そう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 、そうよね、エビスもいいわね、いいわね、いい曲ね、うん、まあちょっと昭和っぽいね、はい、匂いがするけどね、うん、はい、まあそんな感じでね、なかなかね、はい、いいですよね、じゃあちょっとね今日そろそろね、もう一本あるんですか、うん、もう一本あるのね、今日はもうね、うん、それはそれで終わりだね、はい、そうなの、だからちょっとね、はい、あのゲストさんも呼ぼうかと思ってね、はい、ちょっとこう今度のうちのマネージャーのね、うん、はい、レースの話も面白いよということでね、ちょっと今、うん、動画を流しながらね、はい、ちょっとお迎えしたいと思いますけれども、ね、はい、よろしくお願いします。なんすごいね、うん、お、すごいじゃないですか、もう車で走って駆けつけたんですかね、いやこれね結構息上がりますよね、息上がる、今来たのかと思いました、これ一般道路じゃないですか、ね、言っとくけどね、そうなんですね、こんなスピード出しちゃダメよ、スピードが急速な煽り運転でしょ、あれは、これなんかこう、うん、今何キロ出てるんですか、何キロでしょうね、スピード、100メーターなんで、スピードはちょっとわかんないけど、100メーターなのね、エンジン回転は結構ね、すごいね、すっごい速い、うん、これね、これ、うん、すごいよ、ほら、うん、これはね、モテキの最終コーナーですよね、うん、これが、これメインスタンド前ずっと行くと、うん、右側ピットね、ピットね、みんなサインを出してるね、これね、これを見逃すと大変なことになっちゃいますよ、今サインを、うん、瞬間的に今はもう撮りましたけど、うちのサイン、うん、ピット8番だったんですね、あ、一番初めだからね、そう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 、はい、ね、はい、こんな感じですね、はい、こんばんは、どうも、素晴らしいですね、一般道をあれで走ってきたわけじゃないんですね、一般道路じゃすぐね、お前さんに困ってしまいますからね、今まで来たか、あ、赤かったね、来るわけないでしょ、あのスピードで、ね、人もいないし、信号もないから、信号もないし、ね、信号もないし、いいのスピードは、よかったよかった、いいのじゃなくて、早く走んなきゃいけないのあれそうそうそう、早く走んなくちゃいけない、はい、うん、そっか、だから捕まりはしないんですね、捕まりはしないでしょ、ドキドキするわね、そうそう、こうやって見て車載カメラ撮ってコーナーに入るとカーガンガンガンとこう入ってポンポンってなってましたね、そうだって、うん、勇敢大会だってカート大会と同じじゃないですか、はいはい、でもね、もっとスリルあるよね、ね、スリルありすぎですよね、うんうん、まあでもね、あと3日間楽しかったですよ、ね、はい、ありがとうございました、応援もいっぱいはい、ね、応援ね、もうちょっと表彰台もう少しね、もう少しですね、もう少しだったね、でもあと一歩じゃん、あと一個ね、あと一個、すごいことですよ、まあね、まあ57台だろうかな、57台中そこで11位、うん、でクラスで、4位だったんですよ、4位、もうね、一個変だ、もう一個変だ、大変なんですよ、来年は3位になる、いや来年は優勝でしょ、優勝やりますね、どうぞ来年お楽しみ、はい、ね、頑張りましょうね、はい、はい、今日はね僕マネージャーっていう立場でね、うん、今来てますんでね、はい、はい、何かいろいろご質問だとかね、はい、宣伝をね皆さんにしたいと思うんでね、
そうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。あれなんか、ね、でも、うん、あの動画もあるけども、うん、あれもあるんじゃないですか、写真も。あ、写真って、うん、あ、これこれ、ほらほらほら、これこの間のね、モテキでやった時の3日間でやった、うん、これチーム全員ですよ。あ、そう、はい、ま、すごいすごい、真ん中がドライバーさん、うん、ね、はい、うん、はい、で、この、あ、こっち行っちゃう、これがね、車ね、うん、ね、いなにこのってないと今、うん、今、あの、そう、そうそう、レスクイーン、レスクイーンもいるし、スタッフもいてって、あのレスクイーンの左側は、はい、あのエラがひとみ、ひとみんちゃんね、はい、はい、ひとみんです、歌手であり、うん、女優であるひとみんちゃんね、かっこいい ね、 ね、このこれ新しいユニフォームすごくよくない、ひとみんちゃん、そう、うん、で右側がナサちゃんで、うん、これがアルトサックスの、アルトサックスの、うん、何しろあの海外でも解説してるっていうね、はい、ナサちゃんすごいですよね、もう聞いたらみんな虜ね、本当よ、サックス ね、うん、ね、すごいからね、うん、で真ん中は松永社長、松永建設、はい、うん、ね、あの毎月第2火曜日ですよね、第2火曜日の夜8時からね、松本さんと一緒に、そうです、高木大輔のジョイトークでね、はい、で左側が福島の選手、はい、元ね、ヤマハのワークスライダーでね活躍してる選手ですよね、すごいね、人気ありましたね、はい、うん、一番左の人見たことない、うん、一番左の人、長尾社長、ね、その隣、長尾社長見たことあるでしょ、ね、社長、社長、流星ラジオ ね、 ね、そうそう、流星ラジオで ね、 ね、まあ、こんな仲間でね、そか、ここにいますから、うん、あれ誰ですか、いらっしゃるの、ね、ピンクの着てるのね、誰です、はい、うん、ここにいらっしゃる方ですね、はいはい、まあでも本当に3日間無事にね終わりました、はい、ねえ、ほんと、で次の、うん、あのこれはね、僕の車もね、はい、フォーチュンワークスの、うん、ホンダのフィットですね、うん、はい、ちょっと狭いんですけど中がね、うん、結構暑いですよ中も、デハリスの歌、なんかこう紐みたいになってるの、うん、あれ紐とこにどこに紐のこのあれで、あのボール、ボール、あ、紐じゃってあれでしょ、あの鉄でしょ、鉄パイプでしょ、鉄パイプか、この子って紐はこの水、うん、だよね、水だけだよね、それは水で、うん、これは鉄パイプで車ひっくり返った時に潰れないようにできたんですよね、うん、守るためね、そうそうそう、だから乗り降り大変ね、乗り降り大変ね、そうね、うん、でも安全ね、あそこにあれ、これないと走れないな、規定規則ではね、うんうん、はい、次お願いします、ゼッケン100番、うん、はい、これも窓のネットが、ね、網になってるけど、うん、ガラスが割れるとね、転倒した時に割れるといけないんで、ああいう網じゃないとね、あれってガラス入ってるんですか、ガラスの開けたんです、入ってて開けてあって、うん、で網にしてると、うんうん、ガラス閉めたらって死んじゃいます、暑くてね、サウナ以上暑くなるから中がね、風ない範囲にね、そうそう、はい、はい、あ、これちょっと終わった後、僕のもうお汗かいてね、うん、今ちょうど終わってね、もうハーハーしてます、ハーハーしてね、これ冷たいタオル、うん、氷につけだった、あ、気持ちいいね、これが気持ちのいいのっていい、もう最高でしたね、このタオル、路面は滑りませんか、ねえ、路面は滑らない、滑る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 、いや、まあまあ、もちろんね、雨も降ったけど滑りやすかったですよね、はい、小さいとも多く抜かないと、はい、早速戻りました、なるほど、なるほど、すごい、ね、かっこいいね、車もいいよ、かっこいいというか、疲れます、やっぱり疲れるよ、非常に、そのためにやっぱりトレーニングしてないと、うん、なかなかね、やっぱりレースできないよね、うん、トレーニングしたら筋肉よりもほら、うん、コア鍛えるの、コアコアとあの心拍をね、うん、これね、だって車、うん、あっちもさ、はい、カートなんて分かると思うけど、息が切れるでしょ、息がそう、ね、そう、うん、すっごい汗もんね、汗かいてね、うん、息切れちゃうとやっぱり集中力なくなるんで、うん、やっぱり息を切らさないように、うん、あの呼吸をちゃんと整えないといけない、うん、でもやってないとやっぱり呼吸荒れちゃうから、うん、どうしても息が切れちゃうってそういう悪いでしょ、もちろんです、もちろん、うん、そうね、うん、はい、次何でしょうか、レーシングスーツもかっこよくない？あれはね、うん、マー君、小倉マー君のデザインなんですよ。うん、あ、そう、はい。レーシングスーツも、まあ、レーシングスーツは、あ、車はあの小倉マー君だけど、あの、うん、あの色を使って小倉マー君の色を使わせてもらって、うん、あ、そうなんだ。あれは大木さんね、コロニーの大木さんがね、うん、最初にデザインしてくれたんですけどね。うん、非常にね。何でもやっていただいて、何でもやるよね。かっこいいね。ちょうどいいね。タコサスクいいね。なんか映ってますよ、これじゃあちょっとね、真っ赤の名曲堂のね、うん、名曲堂、これだから東京の中野のやつでしょ、そうそう、ブロードウェイに入ってるってことですよ、そうです、そうです、うん、2階、そう2階、これね、6月5日、
はい、そう25日あもうすぐじゃないですか、ね、じゃあ6月25日あそうそうそう4日、ね、4日だった4日だ4日日曜日これライブトークねあれ、はい、ゲストは石川さんだね石川さんのね、ね石川和恵さん和恵ちゃん来てたからシャンソン歌手ねそう、そうですよ、うん、で、まあ、でここではよくお話をするじゃない小話あ小話ね、うん、これが面白いの、うん、これは4日の日がちょうどね、うん、ゲストさんもいるからいるからね、はい、だから25いつやんの今度お話を25は一日店長、うん、はい、ね、一日いますよそうこれ来てほしい ねお客さん一日9時からだよね CD 会9時からね、うん、9時から、はい、1時から10になったからこれこれ私もよくわかんないです、うん、1時から5って書いてましたあ1時から5時まで私たちですねその間にライブをちょこちょこちょこっとやります、はい、そうそう夕刊大学は朝から言うってことですかもう午前中からいや1時から1時から1日ってことねそう、はいはい、みんなでお昼を食べて水がの1時かそこそこそういうことね午前時期といませんってことですねそうね、はい、閉まってるからねそうそうおコーヒーとかリチ、はい、おコーヒー自由なんですね、うん、ケーキ付きなんです ね、あやっぱりケーキも付くのケーキも付くのそうそうそう、ね、いつも付いてる、うん、ここでは一応ライブもちょっとやって、うん、で店長のご指名の落語もやってみたいな感じでね、うん、結構面白い一日店長だから私たちが店長店長なそうか、うん、じゃあさそこでさ、うん、なんか CD なんとか美空ひばりさん美空ひばりさんの CD かって感じが、うん、くださいってやったらはいって売るんだ売るのやねんかやっぱりね時代は店長だからね今は、うん、今はなんじゃあ岡みどりさんとか、ね、岡みどりさんとか ねあと誰だなんか今のねエビスとかそれしか知らないじゃん私たち今の曲をもう買いに来たはいって言って売るんでしょ店長だから面白いねよし今日は負けとくって言ったら後で社長に怒られるのね紙芝居でもやるかねあいいわね紙芝居私さ紙芝居って言えば小学3年生で紙芝居を作ったんですよ作った作ったの、うん、絵描いて、うん、おむすびコロリンのなんか変形バージョンみたいな感じで絵描いてでちゃんとこう後ろにこう何文字書いてやりますよそういうこといいねって言ったらそれが何十年後かに出てきたらボロボロで、うん、あるんだまだそうでも最近もう見てないからわかんないですけど、ね、いやお母さんでも大事なんだそういうのねちゃんとね取っといてあこんなのやってたんだおむすびコロリンのなんか閉店でおむすびコロリンってさおむすびで食べようと転がってちゃったの坂でおむすび、うん、そうそう穴に入っちゃったのどっかネズミと穴でそしたらネズミが食べちゃったんだけどなんおむすびコロリンとかってどうしたんだっけなんだっけ最後おむすびコロリンってどういうお話だろう知ってる知ってるおむすびコロリン聞いたことある来たとよね。スタッフも、うん、そうそうそう。次は調べとくからね。私もね。あれそうだよね。次は高木、ま、あの大好きの時にちょっと回答します。その時に回答する。まあいいね。あ、その時に持ってるのじゃん。2週間後。紙芝居を。紙芝居を。紙芝居だっていくらなんてその田舎に、うん、ボロボロもういやボロボロでそのうちの母親死んでからもう10年も経つから、うん、ちょっと見当たらないかもしれない、うん、いや貴重だよねすっごく大きな家があるんだけど、ね、その中にどうにあるかもわかんないなんなんか蔵があるの蔵蔵あります家に、うん、蔵もしかしたらどんなうちよ小判、うん、いやそんなことないでしょ小判、うんね、チューってネズミが出てくるネズミはいいけど小判あったらいいよね、うん、ねえね、蔵に蔵があんの？ちょっとすごい。すごくない昔の、ね、庄屋お宅は隣が庄屋だった。ああそんな感じだからわかんないけどね。はい、でもそうだよ、うん、おむすびコロリンはちょっと最後は届ったかな、ねね、ちょっとこれ面白いね。うん、ちょっと調べてみよう。うん。まあそんな感じとかね、はい、今に紙芝居をやると思いますということで中野名曲堂で4日と25日にいますので、はいはい、ぜひ皆さん来てくださいね遊びに来てくださいねお待ちしてますで4日の日は多分ね、うん、あとちょっと若いモデルのお姉ちゃんも来るかなっていう感じも来るかな可愛い子ねあの子ねあの子中野に住んでるあの子、うんうん、はいじゃあちょっと次をちんどチラシをもう一個、はい、北区ねはい北区音楽祭出ますよ全国大会これもうすぐじゃないですか北区、はい、そう来週来週31日ですから ねそうこれここで何を踊りますか、うん、
これ会津の人よ。そう。国立で踊ってね。二人で、はい、あれだね。また振り袖切るの。振り袖よ。合わせなきゃようにして。会津の人よは。で髪の毛を白い振り袖で。うん。ね、この北区音楽祭っていうのは結構あれだよね、うん、全国から集まって、うん、あの元気大会だったり東京大会でいろいろあって優勝すると CD が出せるのよね、うん、そうそう、だからこっからデビューした人もいますよ、結構いますよね。だって前回沖縄のね人と知り合ったじゃん、うんうん、そうだよね、ね、うんうん、沖縄ってのはすごいよね、うん、沖縄から来ましたとか、うん、いろんな全国各地から集まってくるね、うん、北区ね、はい、王子だよね、北区の、ね、王子のホクトピアで、ね、ホクトピア、うん、駅すぐ前で入場無料なんですか、一般の方は。はい、うん、そうと思います、入場無料、ね、そうそう、出演者だけは払うけどね、うん、そうね。あ、じゃあね、地下の人はぜひね、ぜひ、ね、どうぞ、5月の31日、はい、はい、私たちは4時頃、4時か、結構いっぱいだよね、最後の問題、ね、いいとこですよ、ゲストのプロが出る、うん、ちょっと前ですから、ね、いいとこです、ぜひ、ね、どうぞ、武漢大学の前もあるし、はい、チントン社も出るんだって、チントンも5時ぐらいです、南京トンスで、はい、なんか豪華ですね、このね、メンバー楽しみだな、僕もマネージャーでね、今度言ってますんでね、はい、はい、頑張りましょう、はい、はいね、はいはい、じゃあ次お願いします。次、次ってこれよ、これこれか、これ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 ですよ、これ、ね、これよ、すごいよ、真上に花火、うん、真上、真下から見るなんてことはめったにない、うん、ね、隅田川の花火大会を屋形船から見ようという、うん、これはね、本当に大変だった、撮んのに、ね、去年の12月から動いてて、とにかく船長さんに、はい、うちがやりたいんだと、って言って船長が、よし、分かったって言ったけど、本当に分かったかどうか分かんないじゃないですか、分かんないね、うん、いや、今年になったらね、30何倍の確率だって、いろんな会社から貸してくれって、船をちょうど、ね、その時期に、うん、そしたら船長がね、うん、フォーチュンさんにもう決めましたって言ってくれた時、涙出ましたよ、ありがたくて、ね、本当に、まあ、うん、うちもね、付き合いは長いからね、うん、うん、まあ、それだってあって、うん、他の会社はもういくらでも出してたんだって、もう4年ぐらい人気あるから、すごい、うん、だって高いよ、うん、なんかね、5万とか6万1000円とかあるね、まあ、興行でやんだよね、その辺なんだ、うん、うちはほら、うん、楽しもうと思ってみんながね、うん、我々も楽しもうと思って、そんなんでね、みんなが集まってくださいっていうことで、ね、3000円、まあ高いですが、隅田の花火したら安い、うん、と思います、ね、もうないですで、しかもうちらの特徴は演者さんが船の、乗ったらすぐもうね、ライブが始まるんですよ、うん、ライブを見ながら、ね、そして外の景色を見ながら、で帰りは NASA さんの世界 の、 サックスをこう聞きながら、それで戻ってくるという、ね、これも、ね、何度おいしいって言ったらもう大変な詐欺ですよ、ね、だって前回隣の船が、うん、船がいっぱいでしょ、うん、川にで隣こっちもあっちも隣の船、船が何やってんだろうってね、畳だよ、畳、うん、でもほら窓からだからそんなに見えないけどね、そうそうそう、今度ね、畳の人はね、こういう居酒屋の使い口のね、お金を入れてくださいって言って投げ銭海に落ちたらどうすんの、みんなこれしょうがないよね、投げ銭で一人落ちて、はい、で、いろんな方うちの船も乗ってるしね、なんと川越救急クリニック上原院長もね、そう、サクセスやってるんだよ、サクセスやるんだ、やってくれるってことね、なさちゃんと一緒に、で、上連中乗るってことは、なんかあっても救急車来る前に先生がもう通知しちゃうからね、いるから、じゃあ先生は救急の用具を持っていかれるんですか、もう一度持ってってもらって、持つのかな、熱中症の薬だとかね、点滴だと思ってね、点滴持っていくんですか、もちろんやっていただくしかない、あんまり起きておいてからね、うん、やっていただいてね、うん、とにかく安心して乗れるっていうのが一番常連に、うん、ね、うん、まあトイレもあるしね、そう、トイレ、これがね、土手で見てる人はね、ちょっと大変なんだけど、トイレがね、並ぶよね、並んでね、うん、まあ、それはそれでいいと思うんだけどね、うん、まあ、うちらはこう、うん、おとしめしてる方多いから、うん、そうそうそう、やっぱりね、ビールがバン飲んじゃって、うん、トイレ心配だなと思ったら、うん、もうすぐね、トイレ行き放題ですよ、
行き放題。行き放題。ドーテバンね、うん、ついてるから。そう、ついてるからね。クーラーもついてます。うん、今クーラーでエアコンっていうんだ今ね。あ、そうです。昔の昭和。昭和でしょ。昭和ですから。昭和ね。自分のこの辺全部昭和ですから。江戸時代です。はい。江戸時代はね、厳しいよね。いくつなの、ね、ね、そんなんでね。そう、エアコン。うん、エアコン。7月の29日の土曜日。はい。はい。これはね、東京の木場の船着き場から出発します。はい、はい、ぜひ。まだまだ席あとね、ほぼ埋まっちゃってるんですけど、ええ、もうあとね、5、6席残ってるぐらいなんですね、うん、あ、そう、ね、これどうしようかなって考えてますけどね、うんうんうん、もしまたね、はい、どうしても行きたいって方はね、ご連絡いただければ、うん、なんとか行っちゃいましょう、はい、特にこのトリガーズリー見てる方いいですか、うん、特別になんとかしますからね、なんとかしてほしいですね、もちろんですよ、うん、せっかく見ていただいてね、はいはい、はい、じゃあ次に行こうか、うん、そうそう、それで花火大会で、うん、じゃあ皆さんこの花火大会の中の歌謡ショーってどんな感じなのっていう、うん、みんな思うと思うんですよ、変なあんな狭いところで、まあ、アイちゃんのね、うん、身長ぐらいしかないところでね、うん、どうやってやるんだと、うん、でそれのねちょっと PV がね、うん、コツコツあったんですありますけどね、うん、同じ船で、はい、でちょっとこれはディナーショーやった時ね、うん、2、3年前ですね、2、3年、そうですね、3、4年、うん、あ、コロナで3年やってないから5、6年前ですね、5、6年前かも、そんなんだろう、そうって感じですね。でこれに花火付きなんですからね、うん、今回の特別で、しかもちょっと隅田の花火付きですからね。隅田の花火、これはね、うん、足立でねやりましたけど、うん、あ、足立じゃないと、これはディナーショーだけなんでね、うん、ディナーショーだけよね、うん、はい、じゃあちょっと流してもらっていいですかね、はい、はい、お願いします、うん、あ、いいね、やっぱり明るいうちから出ていくような感じだね、そうですね、出ていくか、うん、乗り込んで皆さんね、うん、7月29日だから暑いからね、暑かった、でもなんか涼しかったね、中は、うん、そうそう、うん、これお料理が ね、うん、あれ、めんちゃんのやえちゃんかな、今言ったら ね、 そう、ね、うん、ファンクラブの方も乗っていただいてね、うん、これ着物の着付けもやってくれるんですか、この時に、ね、浴衣の着付け、ね、ほら、ね、っていうと、そうそう、浴衣着てそのまま花見を見れちゃう、そうこれ一石二鳥じゃないですか、二三鳥だよね、しかも音響も照明も完備ですよ、これ役立てる中で、あの、照の可能を持ってきますかね、全部一式持ってきますね、ここだけ見てると、どっかのステージだよね、うん、館船なんかと思えないでしょ、ちょっとだんだん薄暗くなってきてね、あの、こう、まあ、あのね、誘われたい人は上とかね、あの、やってみて、一人で見てて、これ上でしょ、上です、2階ですね、花火もこうやって見れるんですよ、これ、うん、ね、そう、上、今上に上がるため、そう、景色もいいわね、これ、あ、じゃあ、これ、これ天井ついちゃう、頭がついちゃうの、端に行くと、もうコツ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 当たる、うん、コツ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 、天井壊さないでね、はい、傘とかだと危ないんだよ、そう、傘も当たっちゃうの、当たっちゃうコツコツ、これ二先生だ、ゆうかさん、揺れないで船の中ね、意外とね、全然揺れない、うん、全然、あ、どうやってこれ、うん、ね、深川だから、私はカツラかぶってね、うん、止め袖？止め、止め着てる、この傘がね、当たるこれ傘うまくよく処理したね、これね、これ本当もっと上だけで、上持ってギリギリギリ、うん、うまくやってるじゃん、これ、うん、おー、うまいよ、うまい、これが良かったね、ピンスポで照明すごいじゃん、これ照明偉い、マネージャー大変だったんです、これ、いろいろ考えるのに、あっち行ったり、こっち行ったり、大変、ほら、ちょっと、会うこと叶わぬ人に会いたくて、会いたくて、重い不幸の罪とが、今、血の果てまでも追われるの、
というね、この後がまた良かった、この着眼してね、うん、はい、ね、赤ちゃんもいたのね、うん、この時ね、連れて、うん、楽しかったね、瀬川丸さん、瀬川丸ね、今年もね、うん、今回のね、はい、社長さんにやってもらって、瀬川、お世話になってます、うん、また今年もお世話になって、うん、ありがとうございますね。こんな感じでね。よかったね。よかったね。ありがとうございます。これが今のバージョンで、はい、プラス花火が隅田のね。ね。隅田の花火、これはちょっとやばいですよ。うん、楽しそうで、うん。あれですよね。第二会場。うん、ねから上げる花火に行くって言ってましたよね、うん、隅田はね何箇所か上げるんだよこうやってね、うんうん、で第1会場第2会場はすごいらしいですよ、なんかあそう、うん、って言ってました、うちは第2会場取れたん で深川からもすぐだしね、近いそうそうそう近いからね、うんうん、いいねすごくこれはあと天気次第でね、うん、天気次第で、はい、大丈夫晴れますね、晴れますそうなの、はい、そう言うと晴れんの、うん、大丈夫晴れます、うん、ということらしいですよ、はい、雨が止みますって言うと止んじゃう、ね、確かにレースの時もそうでしたよ、止みました、降ってましたね、降らないですって言ったじゃん、すごいな、だってレース用のレインタイヤいっぱい用意したんですよこれ、うん、レインタイヤ1本も使わないのレインタイヤ、あのこの間の高日月、うんうん、すごいなと思って、いやこっち雨が降ってたよでしょ最後の日、うん、全然、うん、あ、そう、うん、もう使わずですよ、すごいわ、ねえ、次は何がでしたっけ、いや、もう終わりか、ね、はい、うん、あと何分、どこに何分かな、3分ぐらいですね、4分ね、4分ね、はい、はい、そしたら今回のまとめは、まずはもう一個勝負祭りがあった、あこれ大事なんですよ、勝負祭り、これ大事、はい、はい、ここに、はい、じゃん、これ何の勝負祭りって、そもそもこれはですね、はい、6月18です、いいですか、5月の29から週間で6月の18日まで水元公園、はい、葛飾区の、はい、東京のね、はい、勝負祭りがあります、最終日、うん、鳥に出ます、うん、6月18日ね、はい、そう最終日ね、はい、これはね、うん、もうね、うちが1時間ぐらい出んのよ、ね、ステージに、そう、50分とか、うん、すごいね、すごいよ、すごいね、ぜひいらして、これ入場無料、入場無料、あれでもここは4000人ぐらい入るんですよ、でも最後の日のはどうだかわかんないですけど、うん、はい、実際にね、このいろんな堀切の勝負園とかもね、いろんなものがありますけど、はい、いろんなイベントもやってるんですよね、ルールとかあったり、一日、ね、遊べます、なるほど、 そう、はい、そんな感じでね、じお茶屋もありますし、ライトアップもある、パレードも、夜もやってんだ、じゃあ夜もね、でちょうどね、最終日が18日、はい、まあうちの娘の誕生日ですから、あ、そうそう、おめでとう、ありがとうございます、はい、ここね、花勝負園がイベント会場、そう、それで、うん、私たち有価愛花の大きい提灯を作りました、うん、それをね、勝負祭りの会場に飾ってありますので、ね、提灯、うん、はい、が、提灯、はい、中に電気がつくの、はい、はい、そうです、すごくやつくね、等ぐらいの提灯、でかっ、そう、で、有価愛花、よくほらお祭りの会場にバーンと提灯、あれの中にちゃんと有価愛花で作りました、ね、すごいね、それ、はい、終わってからどうするの、その提灯もらってきます、どっか飾る、飾る、あの花火大会とか飾ればいいじゃないですか、ね、いいわね、いいわね、いいわ、いいわ、最後オークションバンド出してみてね、オークション出すんですか、最後は、いやいやいや、物販で出す、ね、これ一個しかないけど1メートルもあるもの物販でして、ね、ドーンとほら、あのね、なんかね、3万ぐらいです、3万ぐらいです、言って、出して、ね、で、来年貸してって言わなくちゃダメじゃん、そうか、3万出して、はい、来年また飾ってもらう、また作んなくちゃいけない、そうね、で貸しの5万から取れちゃったしもね、そうそう、レンタル料、じゃあじゃあうちの倉庫に入れてたらいいですよ、そうですね、はい、結局ね、倉庫いっぱいになっちゃう、今回のまとめはまず勝負祭り、はい、これが6月の18、はい、そして、隅田川の花火大会、はい、館船29日、7月の29日の土曜日、はい、こんな感じですかね、はい、はいはい、でキンキンだと北トピア、直近は北トピア、王子の5月31日、はい、これは王子でやると、そして中野名曲堂6月4日、6月4日午後1時からはい、はい、プラス6月25日人事両方ともんだね、はい、両方ともめちゃくちゃですね、物販もやりますのでね、はい、で、何かこれ、ね、今聞き逃しちゃったっていう人は、うん、フォーチュンワークスのホームページ、うん、
これを見ていただくと、あの、はい、情報がそこ出てきますからね、はい、こんなこのホームページでね、ありますからね、フォーチュンワークスって入れるとこう出てきますから、はいはい、ぜひご覧になってください、はい、よろしくお願いします。意外に6月はいっぱいイベントがあって、ね、びっくりしましたね。そう、はい、まあ、今ねコロナはこんな時期でね第5類になってしまいましたけど、まあ、これからまだまだね感染がね、うん、あるといけないんでね、で油断しないで皆さんね、あの手洗いうがいは引き続きマスクをしていただいて、元気に今年の、ね、夏を乗り切りましょうね。はい、はい、じゃあ最後に行きましょう。ゆうか、あいか、あなたにじゃないか。高ゆきの、もう一回、ゆうか、あいか、高ゆきのあなたに夢中、ありがとうございました。また来月よろしくお願いします。バイビー。